はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日はやっていきましょうということで、ポリコレを無視してゲームを作ればいいゲームが作れる、みたいなこう感じの流れになるんですけれども、なんか中華系の要するにゲーム会社か、中国系の要するにゲーム会社が面白いゲームを作ったっていう風な話になるんですけど、私一応言っておきますけど、中国を全否定してるとか言うのやめてくださいね。全否定してねえよっていう話になるんだけど、中国が日本に対して敵対的行動を取ることに関しては国防で守らなきゃいけないよねって言ってるだけの話になって。別に中国のやってること全部を否定してるとか、そんなことは全然ないので。はい。ちゃんと要するに、どの国であろうと、日本に敵対してる国であろうと、そうでなかろうと、すごいもんはすごいってやっぱ認めるってのは大事だと思うんですよね。まあ、中国のようにマンパワーであったりとか、まあ、最近経済の方が要するになんか、習近平政権になってなんか変なことになってるけど、潜在的な能力値として持ってるものとして、まあ、要するに、ソフトウェアを作るであったりとか、そういったところに関してっていうのは目を見張るものがあるんで、まあ、我々も要するにそういうところは見習っていかなきゃいけないんですよ、みたいなところはちゃんと考えてる人なので、そこはちょっと行きましょうということなんですけど、ポリコレを無視してゲームを作ればいいゲームが作れるみたいな、感じになってるけど、違う。こうなるから嫌なんですよ。だから、こういう風な風潮が生まれるから、だから違うよっていう話じゃないですか。はい。みんな大事になってくるのは、ポリコレコンサルと、ポリコレでもない、ポリコレを叫ぶうるさい人を無視したら、別に、いい作品は作れますよ、いう話になるんですよね。ポリコレコンサルとか言ってる人たちっているんですけど、あれそもそもポリコレちゃうやんか。やんか、なんか、スイートベイビーとか言ってるんやけど、ゲームを不快にさせてどないすんのっていう。その、特定の人を、要は、ポリコレっていうのは去年何かっていう話になる。まあ、ポリコレの定義ちょっと難しいんですけど、特定の人や、特定の人々っていうか、いうところであったりとかに対して、不快感を要するに与えないようにしましょうねっていうことじゃないですか。それは例えば人種であったり、人種問題であったり、宗教的な配慮であったりとか、まあそういうふうなことでっていうふうな話でしょっていう。そうそう。で、ゲームの中にブサイクを要するに、女の要するに人をブサイクに要するに作って、そのブサイクを要するに、前面にヒロイン出しましょうって、それポリコレじゃないじゃないですか。それ何の意味があるんですかっていう話なんですか。で、そのポリコレになんかエロい表現があるとか、なんか可愛いエチエチな要するにキャラクターがいるからっていうことが不快だって、いやゲームすんなよっていう。それゲームすんなよっていう話になるでしょっていう話です。それ2秒で終わるような話じゃないですか。別にそこのそうじゃないじゃないですかっていう話になるんですけど、はい。というふうな感じになるんですけどね。で、そのポリコレに配慮して、要するになんかゲームを作るべきだって言うんだったら、作ってみてくれと思うよね、毎回。任天堂みたいに。で、任天堂ってなんか知らんけど、やたらポリコレ勢力とか、フェミニスト勢力になんかやたらなんか、やり玉に挙げられる筆頭みたいな話になってるんだけど、どこがっていう。まず、星のカービィ見て、その、主人公のステレオタイプといえば星のカービィですねってならないじゃないですか、そもそも。そもそもならないじゃないですか。もう もうデデデ大王って言ったら、敵キャラですね、みたいな。そうか、みたいな。デデデ大王って結構悪役の割には結構人気あるんですけど、みたいな。みんなから結構愛されてるデデデ大王なんですけど、みたいな。なんかその悪いキャラクター、悪いことしかしないんだけど、なぜかみんなから愛されてるし、みたいな。アニメとか漫画とか見ても、デデデ大王ってなんかみんなから、みんなが困るようなこととかやる、なんかとんでもない独裁者なのにもかかわらず、言うほどなんか結構な割合でなんか人望あるよね、みたいな、キャラクターじゃないですか。で、まず、星のカービィ見て、あれ勇者やって言われて、まあ実際の社会に私が勇者ですって言ったら、この国を救いに来た勇者が星のカービィなんですよって言われたら、大丈夫じゃねえなっていう風なイメージしかないじゃないですか、まず。うん。で、なんか知らんけど、マリオもそうだし、ましてワリオに至っては、主人公ワリオに至ってはもうヒーローと呼んでいいのかよくわかんないよね。勝手にお前ら助かっただけやろって。
そう、本人は別にいいことをしているつもりはないけど、人を助けてしまっているっていう、あの資本主義の権限みたいなヒーローですけど、はい、いうことになるんですけど、俺ね、ポリコレポリコレ叫ぶ人たちはね、まずあの、ゼルダの伝説とね、星のカービィと系列と、あとはマリオ系の、系列と、いろいろちょっとやってみて、ちゃんと読解してみてほしいんですよね。あー、なるほどねっていう。そう。そう、ゼルダの伝説とか、その、特にあの、時のオカリナシリーズとか、あの辺のところとかっていうのは、すっごい要するに、あー、なるほどね、みたいなところっていっぱいあるので、そうそう、大人になってから、子供の時は気づかないんだけど、大人になってからはすごい要するになんか、ああ、そういうことね、みたいなんで、あるんで、全然それは、全然ポリコレに配慮してる作品って言われたら、私は基本的には、任天堂作品系のゲームと、あの、シュレックって私は言ってるんですよね。うん、シュレックっていう、うん、あれ結構、私はシュレック結構好きで、実は。うん、あの、なんか、なんか、今までとはアンチだよね、みたいな。そう、そういう感じになってるんやけど、うん、それモンスターだからって言って、モンスターの生き方が何が悪いんじゃいみたいな感じになってるんで、俺は結構好きなんですけど、はい。だから、ポリコレを無視してゲーム作ったらいいゲームが作れるんじゃないよっていう話なんですよ。ポリコレはみんな要するに大事なんで勉強しといてねっていう話なんですよ。そう。だから、みんなに今日ちょっと言いたいところなんですけど、だから、まあ、保護者とかでもお持ちの方っていうような話になるんですけど、まあ、要するに、まあ、教育業界頭を悩ませることのトップバッターっていうのはこうなんですけど、ゲーム関係っていうね。ゲーム関係と YouTube 関係っていう話になるんですけど、まあ、まあ、よくあるパターンっていうような話になるんですけど、私のところの塾ではあんま聞かない。ああ、最近は聞いたかな。ゲームを作りたいですとかで、ゲーム会社に就職したいですっていうふうな話になったとしますっていう話になるんですね。で、これね、要するにあのゲームばっかりやってないみたいな感じで、まあ、要するに怒る人たち大体いるんですけど、よくよく考えてっていう。あの、ゲーム作りたいです、ゲーム会社に就職したいですっていうの、就職倍率めちゃめちゃ高いですよっていう。で、個人でプライベートでやりますっていうふうな話になったとしても、かなり勉強しなきゃいけないんです。かなり勉強しなきゃいけないんですっていう話になってくるんですね。と、もう一個要するに言っときたいのは、じゃあ、世界史や日本史であったりとか、地理であったりとか、要は公民であったりとか、まあ、あとは道徳であったりとか、まあ、もろもろいろんなもんがあるわけなんですけど、それ勉強しなくていいですかっていう話になるんですけど、いや、勉強してくださいっていう。プログラミングできて、数学できて、要するに、もろもろゲーム作れるっていう能力があったら、じゃあ、ゲーム会社としてリリースできますかっていう、それは初めのうちで、要するにいろんな要するにところで、要するに全部やってますっていうぐらいな、そのインディーズ系のところで要するにやってる分には全然いいんでしょうけど、それが要するに規模がでっかくなりましたとか、世界中の人々が買い求めるようになりましたって言ったら、必ずと言っていいほどぶつかってくるのが、文化の壁であったり、政治の壁であったり、宗教の壁っていう、この3つの壁っていうのをクリアしていかなきゃいけないんですよ。そうそう、当たり前の話なんですけど、そう、要はゲーム作りますって言って、日本市場だけなんやったら、日本市場だけをまずマーケットにしますって言うんやったら、日本のことをしない。それでも、日本のマーケット市場だけを考えましょうね。でも、日本の要するに、あまりにも要するに、冒涜するようなことをした場合に関して、これ当然炎上しますよ、ここで。何考えてこんなもん作ったんやってなんですから。はい。ということになります。なんで、まあ、ポイントになるのは、マーケットが日本だけで今ないのねって話です。そうそう、マーケットが日本だけじゃないのねって話です。まあ、YouTube でもそうなんですけど、うちのチャンネルでも 2% ぐらい外国人の方見てますからね。はい。日本語勉強中なんですとか言って、日本語でやってるんですって、まあ、俺の言うことあんま当てにせんようになとか言って、いや、でも松井さんのなんか結構面白いんで聞いてますとか言ってね、話聞いたりとかするんですけど、なかなかそういう中立的な動画上げる人っていないですよね、みたいな。PV 稼げるわけないやんけ、みたいな。再生回数稼げるわけないやんけって思うけどね。はい。なんですけど、要は世界史や日本史とか、もろもろ要するに学んでおく必要があるんです。でもそれでも失敗すると思っておいてください。私も世界史日本史やってるんですけど、じゃあ YouTube の動画で要するに、例えば授業系の動画上げましたっていう時に、現地の人っていうか、インドの現地の人から、要するに、違うよ松井くんって言われて、実際はこうこうこうで、そんなことはないよっていう。多分それ学校ではそういう風に書いてるんだと思うんだけど、違うよっていうのは、いくつもあります。はい。で、私、訂正の様子に動画撮ったりしましたっていうんで、あります。はい。勉強って終わらないですからね。はい。仕事、ね、就職しました勉強終わりなんて、長いこと考えておいてくださいね。はい。スポーツ選手の運動は終わるかもしれないですけど、スポーツ選手の運動は終わるかもしれないですけど、スポーツ選手になろうが、芸術家になろうが、ゲームプログラマーになろうが、YouTuber になろうが、勉強って常に続けとかないといけないんですよ。
社会情勢であったりとか、喋っていい内容であったり、喋ったあかん内容であったりってことであったりとか、表現していいもんであったりっていうのは、当然勉強しとかない。っていうと、まずポイントになってくるのはこちらってことです。イスラム教、ヒンドゥー教、キリスト教っていうことに関してとか、まあいろいろあるわけなんです。これにも他にもいっぱいいろんな宗教ってあるんですけど、こういった要するにところの、国々ってメインに要するにこの宗教が国教みたいになってるっていう国々もあるんですよ。で、当然のことながら、日本の要するに、ゲーム作品ですっていう風な話になって、売り出しますっていう時に、じゃあ、海外で要するにこういう作品売り出しますって言った時に、まあ、どういう風にするかっていうと、まあ、例えばその、この要するに紋章とかマークって使ってるんですけど、これは宗教的に OK なんですかっていうところとかが、絶対にこれ把握されていくわけなんですよ。確か、任天堂やったと思うんですけど、任天堂じゃなかったかな。任天堂がなんかゼルダの伝説かなんかを、要するに、イスラム教圏の国に要するに販売するときに、そのマーク文様がちょっとキリスト、イスラム教かなんかのシンボルのマークを使っちゃってるからこれまずくないって言うんで、その、海外に販売するときはその文様とかもろもろを全部要するに変更しましたみたいな感じのことってこれあるんですよね、例えば。今夜俺大事だと思ってるんですよ。これをちゃんと、スイートベイビーとかがちゃんと、うちは要するに全ての要するにところに対して配慮できます。で、すみません、イスラム教の国で売りたいんですけど、この要するにゲームってちょっと遊んでみてほしいんですけど、ね、これ大丈夫ですかって、イスラム教の国だとこのマークとこのマークはちょっとまずいかもしれんなって、ちょっと確認取ってみますねとか、そういうことをもしね、コンサル会社がちゃんとやってますって言うのって、俺は別に何も言わないんですよ。そう、キリスト教の要するにところって、アメリカのキリスト教の右派の人からこれ怒られたりするんじゃないですか。ちょっと待ってくださいね。あ、この表現はちょっと、だいぶ炎上しちゃうかもしれないなとかいうのは全然そう分かるんですけど、そうじゃないでしょ。だから、キリスト教とかヒンドゥー教とかイスラム教とかに関してのその宗教の根幹部分に関わってしまうようなことっていうのはやっぱ表現として避けなきゃいけないんですよね。だもしくはフィクションですよっていうのをちゃんと言っとかないといけないとか、これあくまでゲームの世界の話ですよとかいうのをテロップ入れとかなきゃいけないとか、ちゃんと要するにルールっていうのはちゃんとあるわけじゃないですか。そうですよね。これ日本人がそうしろって言われたら、ふざけんねんって話だけど、これ相手の国の人々のそのアイデンティティであったりとか、考え方であったりとか、文化であったり、宗教ってこれ尊重しなきゃいけないんですよね。当たり前ですよね。外国人が日本にやってきて日本のことを尊重しなきゃいけないのと同様に、日本人も外国に行って商売するんやったら、外国のことを尊重しなきゃいけないと当たり前の話ですかね。はい。っていうことになってくるんで、そういうことはちゃんとやりましょうねっていう話ですね。で、二つ目なんですけど、世界的悲劇が起こったことであったり、民族的差別が助長されるようなことであったりとか、あまりにもこれはちょっとまずくない、今の時期にこれ言っちゃうのはまずくないですかみたいな話であったりとか、この民族的な差別が助長されるようなことっていうのを、要するにどんどん出していいですかとかいうことになると、これはまずいでしょって話。これはまずいでしょって話になっちゃうんですね。はい。っていうことになるから、そういうのを要するに、まあ無用な圧力って言ったら変な話ですけど、その無用な圧力っていうのは、できるだけ避けるようにしましょうねっていうことが重要になってくるんですね。だから助長するのはちょっとまずいよねっていう話になるわけじゃないですか。だからそういったところに対して配慮して物事の作品を作っていきましょうねっていうのは当然大事なことではあるんですよ。いいですか皆さん。大事ですよっていう話になってくるんですけど、ポリコレコンサルとポリコレを叫ぶ人たちは、そのポリコレでも何でもないことを主張してるんでね。わかりますね。私が言ってるのは、要はポリコレコンサルとポリコレをよくわかってないポリコレを、いや、それポリコレじゃないよねっていう。ですよね。ヒロインをブサイクにしなさいっていうのは、それだから誰に向けての配慮なんですかっていう。その美人を見ると、ゲームで美人を見ると、もうなんか嫉妬してしまって焼き狂いそうになって死んでしまうって、それはもうゲームもアニメもテレビも見たらあかんやろ。まず病院に行くことをお勧めする状況でしょ。うん、それに配慮しなきゃいけないね。どういう基準でみたいな。そうだから、その白人の人が舞台でとかね、その要は白人の人が舞台でのお話の物語でとか、日本人が要するに物語の舞台でとか、中国人が要するに物語の舞台でっていうんで、黒人が入っていないのおかしい。そらそうやっていう。そうや。その何の話してんのお前っていう話になるでしょ。
で、それが要するにおかしいとか、そういうふうな話になるわけじゃないですか。そう。精霊が可愛い女の子で、小さい可愛い女の子であることはおかしいっていうふうになるんですか、例えば。それは多様性に配慮してないとか言うんですか。で、なんか精霊は何、ヤクザみたいなおっさんが要するに取り回ってるやつにしなきゃいけないんですけど、それで売れるって思って別にそれで売ったらええんちゃうかと思う。確かクレヨンしんちゃんであの精霊かなんかがあのヤクザのおっさんみたいな風体してるっていうのはありましたけど、ああなるほどねっていう、まあ日本って本当多様性の塊やなとか思いながら私は見てるんですけどね。っていうことを、まあ、要するに、言ってるのは、それ全然、ポリコレと何の関係もないですよ、みたいな話なんですね。はい。だから、ここでね、ちょっと反ポリコレの勢力っていうか、反ポリコレの方が、今多分勢いが多分どんどん増していくとは思うんですよ。ただ、ここで松井くん、逆張りの法則っていうふうな話を言うんですけど、だからといって、皆さんが何も学ばなくていいですよってことじゃないですからね。例えば、要するに、何でもそうですけど、なんだろう、例えば洗顔料メーカーに勤めましたでもいいし、トイレのメーカーに勤めましたとか、要は建築の要するにところに勤めましたっていう話になった時に、ダイバーシティとかポリコレとか、その要するにユニバーサルデザインとか、いろんな人が使いやすくなる社会を目指していくっていうことっていうのはちゃんと学んどかないといけないんですよ。で、過去にどういう事例でどういう風にして分かりやすくなったかと、目の見えない、目の不自由な人に対して、要するにどういうふうにそのシャンプーを作るんであったりっていうんであったりとか、どういうふうな配慮をしていったかっていうことを要するになっとかないといけないんですよ。だから、そのベースとなる部分の勉強っていうのはちゃんと本当はしとかなきゃいけないよって話。ただ、今いるポリコレコンサルとか、ポリコレ叫んでる人たちは、なんか知らんけど差別は良くないとかで差別主義者がいっぱいなんか叫んでるし、ポリコレコンサルだってね、全然コンサルしてないし、ただただ金を奪っていくだけの、人々みたいなのとか、まあ、スイートベイビーって名指しますけど、スイートベイビーとか、そういうわけのわからんところは、これは無視していいですよって話ですよ。あれ全然ポリコレ関係ないですからね。はい。っていうことを、まあ、ちゃんと要するに、バランスちゃんと取って、皆さん考えてくださいね。じゃないと、極右になってしまいますよ、皆さん。極右って極左と同じぐらい厄介な存在なんでね。日本だとそんなに実はいないんで、そんなに怖くないっていう状態になるんですけど、アメリカの極右すぎて、マジ治安めちゃくちゃ悪化してるんで、そうなんか、レズビアンとかゲイとか迫害すべきだとかわけわからんこと言うやつらとかいっぱい出てくるんで、はい。いうことになるんで、まあ、世界中では実はそういう問題が出てるんです。だから極端な左翼に対抗するために極端な右翼になるべきだみたいな勢力って一定数いるんですけど、まあ、日本でもちょっとそういう、なんか、経路が出てきたりとかするんで、ちょっと危険なんで一応だけ言っておきますが、何回もですか、ポリコレはきちんと皆さん学んでくださいねっていう。ポリコレだけじゃなくて、学校の教科書で習う差別であったり、人権であったりとか、そういう配慮をどういうふうにしていったのかとか、そういうことはちゃんと学んでいかないといけないですよ、ということね。ということですね。で、ゲームの作品を見てもらえればあるんですけど、そういうのはちゃんと要するに訴えかける作品ってあります。で、そしてゲームっていうのは難しいのは、そのギリギリを攻めたら面白いゲームができるんです。ギリギリを攻めることによって、ああ、子供たちにこういうことを伝えたいよね、任天堂の作品はって話。そう、俺らみたいな教育者が、そんな子供たちに伝えるのよりも、はるかにメッセージ性もあるし、インパクトもあるし、勉強になる部分も正直ある。俺、ゲーマーのこととかバカにしたことってあんまないでしょっていう。どっかではそれあるんかもしれんけど、俺も多少はあるんかなって、ゲーマーがっていうのがあるんかもしれんけど、基本ゲーマーのこととかバカにしないでしょって話。っていうのは何かっていうと、ゲームっていうのは結構、その勉強外のところで勉強になるところっていうのはすごく多いので、正直。ロマンシングサガでもそうだし、その皇帝が要するにやっていって、その選択肢を間違えたことによって、そのどういうふうな結果をもたらすかとかいうことであったりとか、その七英雄の流れを見てた時に、その大人になってからあれ七英雄見た時に、七英雄の何が悪かったんやと。いや、彼らも被害者じゃないのかみたいな視点って、出てくるんですよ。そうそうそう。だから俺は本当に思うんだけど、左翼の人ほどゲームやってほしい。マジで。そう、左翼の人ほどゲームやってほしい、ちゃんと。ちゃんとメッセージ性あるから、みたいな。そういう作品いっぱいあるからって。全くない方が逆に珍しいくらいなんで、そこはね、ちゃんと要するに、まあそれはそれとして評価してほしいなということですね。そうそうそう。だから、ゲームをすることは、新女神転生とかもそうですよね。新女神転生とかも、価値観変わりますからね。
あの、ニュートラルで、要するに、あの、ニュートラルで、あの、ゲームを遂行すると、あの、価値観変わるの。私、ニュートラルにしかならないので、あの、新女神転生何回ゲームやってもニュートラルしかならないって、これなんなんみたいな。これなんで、あの、ローグループもカオスグループも、俺に喧嘩打ってくんねんとか思いながらね。そうそう。とりあえずグーで殴ってて、バーって殴ってて、今の一緒ですね。今の YouTube 画像ですね。右とも対立し、左とも対立するんで、真ん中なんかなとか思いながら、常にやってますけど、っていうことが、まあ、わかるっていうことですね。だから、全然あの、日本のゲームは、あの、昔から今に至るまで全然無視してることはないし、はい。で、あの、ポリコレを完全に無視して作ればいいゲームができて素晴らしいことになるんだじゃなくて、そこにちゃんとポリコレはあるよっていう話。あって、その、どこで売るかっていうところに関して、その地域であったり、地域の特性であったり、宗教的な配慮であったりとか、その民族的な話であったりとか、まあ、第二次世界大戦でどんな悲劇が起こったのかとか、第一次世界大戦でどんな悲劇が起こったのかっていうのとか、太平洋戦争中でどういう悲劇が起こったりとか、どういうふうに死んではいけない人間がどんなに死んでたかっていうふうな話であったりとか、そういうのはちゃんと学んどく必要性はあるよって話です。だから、理系になります。ゲームプログラムに自分になりたいんで、ゲームプログラムには理系の勉強だけしてますじゃなくて、他の科目も必ず意味はなしてくるから、あの、必要のない科目なんてないので、大人になってから。で、それが要するに、たくさんの人々に影響を与える職業であればあるほど、そういうのはちゃんと影響してくるんで、そこはね、ちゃんと要するにみんな勉強してね、あの、大きな大人になってほしいな、というふうに思います。で、と同時にですね、こういう極端な思想に取り憑かれるって私も全然あるんで、はい、全然あるので、皆さんそういうところだけ注意してあげてくださいってことですね。もう一回言うんですけど、ポリコレが悪いんじゃないですよ、何回言うんですか。ポリコレはみんな大事にしてほしいよ、先生。先生の言ってることちゃんと覚えておいてね。ポリコレは大事にしてほしいですよ。で、ポリコレを振り回して、わけのわからん金儲けするやつと、ポリコレを叫んでいるのに、ポリコレを全力で、あの、破ってるやつは何なんと言ってるんですよ。これ何なんこの人らっていう。意味がわからないんですよ。差別は良くないとか差別主義者がいるんですよね。いっぱいいるでしょって。そう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 。だ文化伝統はなんか、まあ、右と左のヤバいやつって俺は決めてんけどあの何差別主義者と差別主義者が対立しとんねんみたいないう話じゃないですか。差別をしてはいけないは全ての民族に対してでしょって感じ。はい、いうことになるわけですね。ということなんで、まあそういうところね、ちょっとね、ちゃんと考えた上で、はい、まあ人権って答えなかなか出ないんですけど、ポリコレも簡単、そんな簡単に答えが出るような代物でもないし、動画一本2本作っただけで、ああ、なんか、啓蒙されて、要するに、人権について目覚めたっていうもんでもないから、常に要するに試行錯誤して、失敗したりとかして、まあ、あの、間違ってたら謝罪したりとかして、まあ、良くしていくもんですのでね。はい。そこだけ皆さん注意してあげてください、ということです。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。